3バック真ん中岡村、右高尾、左この夏加入のパクミンギュ、ダブルボランチが大崎と、ダブルボランチゲームのリズムを作る変えることができる斉藤森田、右に宮原、左に尾長。2024J1 リーグ第30節、北海道コンサドーレ札幌対東京ヴェルディの一戦です。なんか違いはありますが、ポジションは近いところ、青木が入れて、鈴木武蔵のヘディング、ゴールキーパーマテウスの正面。狛江が話していたのが、大崎が入ったことで見られる範囲を補え合えるのか、今いい感じにと。そして後ろからシュートを狙っていった、菅野弾いた。今は山田のシュートですか。ここで長い笛、前半が終了しました。最後は何の確認だったのかというのを今新野が聞いているでしょうか。しかし前半は2024J1 リーグ第30節、北海道コンサドーレ札幌対東京ヴェルディ、後半の45分が始まりました。ヴェルディの場合はジョーク監督がよく言うのがバトンをつなぐと。ここは鈴木武蔵縦に送って、小前が抜けてくる、小前のシュート、マテウス右足一本。いやー、マテウス選手よく止めましたね今ね、はい、まだコンサドーレ、菅、鈴木武蔵、菅の左足、いやー際どかった、間でよく受けましたが、ね、山見の前のスペース、木村も待っている、反対サイドには木村、山田の前で、ただ山田が拾った、決まった、ヴェルディ先制1対0、山田楓希今シーズンの4点目。いや、素晴らしい流れのゴールでしたね今、はい、ただ守備面、まあ、これはもう本当にマッツマンをやっていると必ず出てしまいますけれども、はい、ここは松村切り返して右足を振り切った、ゴールキーパー杉野です、はい、まあ、最終ラインでのギャップが生まれてしまうこと、はい、まあ、あとカバーが少し生まれてし、あの遅くな、その前にコンサドーレです、右サイド近藤、裏へ小前が抜けてくる、残せるか、鈴木武蔵キープしてシュート打てるか、後ろから新野切り返す、左足振った、青木のシュート、ディフェンスに当たってコーナーキックです。森田、木村もいますが、その木村にスルーパス、シュート打ってきた、こぼれ球、パクミンギュがよくカバーに入りました。山田ミキのフリーキック、ソメロの前、こちらが折り返して木村、いや決定的、ソメロが行く、さあソメロが奪った、裏の木村へ、3対2の形、ただ木村の前がかなり空いている、木村が自ら行く、宮澤戻るが木村が切り返す、シュート、菅野の上を抜いた、木村大きな追加点、今シーズンの11点目。ポロが気にしているのは接触で戻っている選手、そうですね、菅選手が戻っている時に接触で転んでいるという点だと思うんですよね、ここですね、はい、転んでなければここに間に合ったかどうかという、まあ、宮澤選手もね、外に追いやるような体の向きなんですよね。ただこれちょっと今菅野がボールを持っている位置見るとファール取ったんですかね。あ、やはりそうですかね、はい、上田主審の判断は終わりました。さあどうなるか、ファールになりました。コンサドーレとしては、まあ、本当にギリギリ助かったなというところです。そうですね、助かりましたね、はい、最後まで献身的でしたよね。札幌にとっては本当に嫌な存在だと思いますね、はい、そしてチアゴ・アウベスが今3人の真ん中に入りそうです。森田に代わって林で、林がどこに行くか、最終ラインに入って綱島一個は浮力、前の推進力があります。また出てますよ、もう一度、さあチアゴ・アウベスが松村からボールを受けて、チアゴ・アウベス決めた、試合を決める大きな追加点、チアゴ・アウベスの J1 初ゴール、ライフへ試合終了。連勝同士の対決はアウェー、2週間の代表ウィーク、自らを追い込んでフィジカルを強化して臨んだ東京ヴェルディが勝利。